中国が日本の潜水艦に発狂しているらしいぞ。強くてかっこよくて最先端でイケメン美少女潜水艦だからって嫉妬しないでよ。そもそも褒めてないと思うが、C 国のメンツが丸つぶれになるほど性能差があるらしいな。メンツを潰すほどの性能差、これは気になるわね。ということで今回は中国海軍が海上自衛隊の潜水艦に発狂、あまりの性能の差に中国のメンツが丸つぶれ、お送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、C 国のメンツが丸つぶれになるような出来事が起きたんだ。ふむふむ。ベーシボールストリートジャーナル電子版は、米政府がオーストラリア向けの原子力潜水数隻の建造を検討していると報じているんだな。そして米英豪和安全保障枠組みオーカスを通じ、米英が技術協力し、オーストラリア国内で計8隻の原潜を建造配備する予定だが、完成は遅れる見通しなんだぜ。一体何が起きてるのよ？まあ、軍拡を続ける C 国に対抗するため、一部を米国製にして配備を早める狙いらしいんだな。そういうことね。なら早く作らなきゃ。同志が伝えた欧米の外交筋の話によると、米英豪3カ国の高官は、米国が建造する原潜数隻を2030年代中頃までにオーストラリアに提供する案について協議しているらしいんだ。しかも、オーストラリアが自前で建造しようとしている第1号艦の完成は40年以降とされ、米国製であれば配備時期の大幅な前倒しにつながるんだぜ。それだけ危機的状況だと判断しているってことか。ただ、この案では米国が原潜の建造能力を増強する必要があり、数千億円の費用がかかる。他にも複数の案が検討されており、原潜計画の詳細の策定期限までに決定するとのことだ。どうしても安い買い物じゃないだけに判断も難しいでしょうし、うまくいくといいわね。そして問題の C 国海軍の最新攻撃型原子力潜水艦も2018年、日本の接続水域に侵入し、その後、沖縄県付近の東シナ海の公海で浮上して国旗を掲げているんだな。逃げたけどギブアップして浮上したということ？軍事的に潜水艦のステルス性が非常に重要視されているため、C 国国内では潜水艦の公海での浮上国旗掲げの理由をめぐって推測が飛び交ったんだ。どっちでもいい気がするけど、そういうわけにはいかないか。さて、防衛省の発表によると10日、海上自衛隊護衛艦及び第5航空軍所属 P3C 哨戒機が、沖縄県宮古島の東北東の接続水域を北西に進む戦没潜水艦を確認し、海上自衛隊は2日間同潜水艦を追跡をしたんだぜ。2日も追跡とか面倒なことは相変わらずしてくるわ。その後12日午後、海上自衛隊は C 国と日本が領有権をめぐって対立する沖縄県尖閣諸島北西の東シナ海の公海で浮上し、C 国国旗を掲げている同潜水艦の様子を確認したんだぜ。小野寺逸典防衛相は15日、C 国の潜水艦は小級と呼ばれる93型原子力潜水艦だとの分析結果を発表していて、これは C 国海軍の新型の攻撃型原潜で全長110メートル、水中での排水量は6100トン、最大速力は30ノットで射程の長い巡航ミサイルを搭載可能だとのことだ。原子力潜水艦なんだね。敵に不足なし。戦っちゃダメだろ。まあ、日本の琉球諸島は米軍のアジア太平洋地域における第一列島線に位置し、日米の軍事重要拠点で両軍の対戦戦力が非常に強いわけだ。相変わらず C 国は日本をなめんなー。よし、オラと一挙やってみっか。だから戦っちゃダメだろ。しかし C 国国内の一部のネットユーザーからは、最先端の原潜が海上自衛隊に浮上させられたことに、C 国海軍の軍事力に疑問の声が上がっているんだな。どんな内容？2日間も追跡された潜水艦だから音紋はもう完全に把握されたに違いないパンツまで見られた状態だ。これって本当に最新の源泉なのかといった感じだ。むしろあんたたちのパンツなんて見たくないのよ。ドン引き。さて、潜水艦の探知法といえば音を聞くことだ。ふむふむ。そしてその音を聞く艦響きはその用途により艦影も特殊なものとなっているんだぜ。特殊？ああ。胴体が2つある双胴船型で、左右が海中に没しているボディを持ち、この海中に没している部分は潜水艦や魚雷のような形状をしているんだな。なんなのその不思議ちゃんっぷりは？これはスワスと呼ばれる半没水型双胴船型というデザインだ。海を守るにも、一隻二隻でどうこうなるものではないのがよくわかったわ。半没水型双胴船型スワスとは、喫水船の下に、海中に没した艦隊船体ロアーハルを左右両舷に持つ構造を指す。そして海上の艦隊とは全通式でストラットと呼ばれる薄い足型構造物で繋いでいるんだな。へえ、まるでわからないわ。
ロアーハルの全体形状は魚雷や類敵型潜水艦の形状に似ているものだ。例えるならば、潜望鏡深度ほどに没した2隻の潜水艦の上にまたがって海上の艦隊があるデザインだぜ。想像ができないけども凄そうなのはわかった。双胴船型は軍用民渡る船ともに様々な船があり、例えば東京伊豆諸島をめぐる航路や、博多駅津島をつなぐ航路などで高速双胴船として運航されているものがある。軍用では米軍の高速輸送船を沖縄県那覇港などで頻繁に見かけるな。こうした双胴船の中でも、音響測定艦が取り入れたスワスはかなり特別なフォルムだとの印象を持つぜ。いろいろなものが開発されているんだね。また、音響測定艦秋が就役したことで、海事の音響測定艦勢力は3隻体制となり、これで1隻が実動、1隻が訓練、1隻は整備と、ローテーションの機械と質が上がり、運用性が向上するんだぜ。おお、切れ間のない超音音響情報収集体制が組み上げられることになり、四国潜水艦の逃げはなくなるぞ。もう逃さないわよ、キラーン。そんな四国はここ30年以上、不透明でベールに包まれ、継続的に国防にまつわる費用も右肩上がりだ。どうやってそのお金を稼いだんですかね。ロシアとのつながりも強そうだし、危険な国になりつつあるわね。核ミサイル等の技術や海軍航空戦力を中心に軍事力の質量ともに急激に強化しているしな。また、軍の作戦遂行能力を向上させるため、さらには対面する敵の戦力の発揮を効果的かつ迅速に阻害するように、一方的に敵戦力などの重要軍事情報を確保するために、情報優越を確実に獲得する作戦遂行能力や情報傍受能力まで獲得中だ。もう差し異国は敵としか思えないようなことしてるのよね。近年は海軍力に力を入れており、原子力潜水艦の建造も行っているんだぜ。お隣の渓谷とは違って技術力もパクリレベルじゃなくなるてきてるし、いろいろやばいわよね。うのには程遠いといった感じね。それに四国の主力だった93型の後継として、静粛性が向上し、対地攻撃力を増した95型が開発中と推測されており、早ければ2010年代後半、遅くとも2020年代前半には収益すると見込まれているんだぜ。また新しいのを開発しているの？それなら日本のマジンガーで対抗しなきゃ。コテンパンにしちゃうだろ。まあ、四国人民解放軍海軍が技術や兵誕上の問題を改善し、潜水艦の遠洋航海に乗り出したのは、事実上2000年代の半ばからと、その期間はまだ長くはないわけだ。あれ？意外と長くないんだね。その中で93型は遠距離展開を図っており、2014年にはインド洋において哨戒活動を行っているんだぜ。インド洋だからいいと言わないけども、何をするにも自国の海域でやってくれないかしら。しかも2018年1月10日から11日にかけて、沖縄県石垣市の尖閣諸島の接続水域を戦没航行した潜水艦1隻が、同12日に四国の国旗を掲げて東シナ海を浮上航行した事案もあるんだぜ。未だに自国の領地だと騒いで勝手に尖閣で訓練を行っているなんて、野蛮人もいいとこだわ。小野寺逸典防衛大臣は同15日、この潜水艦が小級であると記者団に説明していて、産経新聞の報道によると、この潜水艦は小級改良型の可能性があり、その場合、最大射程540キロの巡航ミサイル十数発を搭載可能で、四国海軍がアメリカ海軍の空母部隊に対して取っている接近阻止領域拒否戦略の一端を担っていると見られるぜ。何がしたいんだろうね。まさか日本近海まで船旅にでも来たわけじゃあるまいし。他にも2021年9月10日、鹿児島県の奄美大島の東の海域で、接続水域外を四国軍籍と見られる潜水艦が戦没しながら北西進していることを海上自衛隊が確認しているんだ。今度は何をしていたの？この事案について防衛省は、鹿屋基地、厚木基地の対潜哨戒機 P1、および那覇基地の P3C、第4護衛隊軍護衛艦さざ波、第2護衛隊軍所属護衛艦春雨による追跡を命じたんだな。すごい大所帯ね。その際、潜水艦に付随し同行している四国海軍のルーヤン3級ミサイル駆逐艦1隻も確認されていて、実戦形式の訓練だったのかスパイ活動だったのか、目的は不明なんだぜ。不明って、どうせろくなもんじゃないのは確かだわ。さらに戦没潜水艦は同日午前、奄美大島の東の海域、接続水域内を北西し、同月12日午前には鹿児島県の横島島の西南西の海域の接続水域外を静止していることも確認されているんだ。よく確認されるなぁ。また、この2日前に南シナ海から太平洋に向かう英国海軍クイーンエリザベス空母打撃群は、
密かに接近追従する C 国海軍の攻撃原潜を含めた3隻を発見しているんだぜ。ちょ、待てよ。原潜がそんなに簡単に見つかっていいものなの？その時クイーンエリザベス空母打撃群は、南シナ海からフィリピン北のルソン海峡を通って太平洋に抜けるルートを航行中だったんだな。クイーンエリザベスを護衛中のフリゲート艦ケント、およびリッチモンドは、アクティブソーナーを発することで潜水艦を探知していたと見られるんだぜ。メイビー。きっと C 国はこれからイギリスにもご迷惑するわね。そんな C 国側の行動については、英国海軍クイーンエリザベス空母打撃群についてのスパイ活動であると考えられているんだぜ。そりゃそうでしょ。このようなことから防衛省は、当該戦没潜水艦に随行していたミサイル駆逐艦が C 国海軍所属の艦艇であったこと。そしてこれまでの活動から得られた様々な情報を総合的に勘案した上で、この戦没潜水艦が C 国海軍所属の潜水艦だと推定した。むしろ C 国くらいしかこんなことしないしね。でも海上自衛隊には大型潜水艦があるから大丈夫でしょ？もちろんだ。と言いたいところだが C 国の潜水艦技術もかなりレベルアップしてるからな。確かにそうね。でも、なんでこんなに日本の周りでうろちょろしてるのに許されてるの？それは C 国がグレーゾーンを攻めているからなんだ。グレーゾーン？つまり接続水域について設定した沿岸国は領域主権を持っているわけではないんだ。ふむふむ。したがって本事案は、潜水艦が他国の接続水域を戦没したまま通るものであり、当該行為は条約上でも認められている違法な行為ではないんだぜ。ということは、C 国のしたことに関して違法性じゃないから何も言えないんだね。これについては確かに国際法上は問題にならない行為ではあったが限りなくグレーな行為だぞ。それに C 国による日本への挑発、もしくはこちらのセンサーのデータ取りといった、海上自衛隊の情報を集める軍事活動だった可能性が大だからな。日本のデータを集めてアメリカと戦う時のために備えているんだわきっと。また、日本の対戦能力は非常に高く、今回のような戦没潜水艦への対応能力も長けているから安心だぜ。安心ではないでしょ。でもいつ日本に危機が訪れても、それを事前に察知しようとしてくれる海事の方々の真面目な姿勢と、それに対しての実力が光ったとでも言える事案ではあるわね。そんな海上自衛隊に対して C 国海軍は戦術の通り、軍備増強やテクノロジー開発に力を入れており、技術力向上には目を見張るものがあるわけだ。実力をつけてきているわけね。さらにあのロシアのように諜報活動や傍聴活動にも強みがある。ロシアと大の仲良しだもの。他にも C 国大手検索サイトの尖閣諸島問題を専門に討論する掲示板に、C 国の潜水艦はなぜ日本にすぐに見つかるのか？というスレッドを立ち上げ、意見を求めていたりするんだぜ。そういった議論が C 国でも行われているんだ？てっきり自分たちに不都合な事実は隠蔽するものだと思ってたよ。C 国もいろいろな面で変わりつつあるのかもな。これからも C 国から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。